はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、パスタを食べに八王子に来ております。八王子でパスタといえば有名店ありますので、ピンとくる方もいらっしゃるかもしれません。こちらね、八王子の地にはビアビアさんというパスタ屋さんがありまして、そこでね 2.5 キロぐらいのデカ盛りパスタを提供しているんですよ。でそちらのメニューが確かね、チャレンジメニューにはなってるんですけれども、制限時間も45分ということで、個人的にはですね、楽々に食べれるかなということで、チャレンジ形式というかガツガツとして食べるっていうよりかは、いろんなね販売しているトッピングなんかも付け加えて、美味しくね、楽しく、しっかりと食べていこうかなと思っております。ということでですね、本日いただくお店、僕の後ろに見えておりますこちらピアピアさんでございますね。まあオープンと同時にね、入らせていただくお電話をさせていただいてますので、もうちょっとあと10分ぐらいかな、開くかなと思います。オープン直後にですね、その大きいパスタ食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、こちらピアピアさんの店内に入っておりまして、もうすでに本日いただくこの原水注文して到着しております。ただですね、ちょっとお店も忙しいので、まあ、タイマーね、用意していただくのも申し訳ないということで、すでにですね、こちらお店のタイマーと僕のタイマーはスタートしておりますちょっとね、もう始まってはいるんですけれども、改めてこの原水の説明ということで、このね、原水が通常で言うと2キロ以上ありまして、今回はせっかくね、楽しみたいということで、ベーコンであったりハンバーグ、そしてこの卵ですね、追加でトッピングさせていただいております。で一応ね、チャレンジなので、もしかしたらすすってしまうかもしれません。スピード感もね、必要なので、そのあたりパスタですけれども、ご了承いただければと思います。じゃあそしたら早速、もう1分半タイマーがね、始まってから過ぎてますのでいただきますちょっとインサートとかもいろいろ撮りたいから、結局食えないんですけどね ライトも置けてないけどいいか。もうね、3分開始してほぼ3分なので、食べましょう。いただきますこのメニューなんですけれども、ナポリタンとミートソース2種類から選べるみたいでして、今回僕はね、ミートソースで、店頭にも看板があったぐらいなんで、やっぱ推しのメニューなのかなと。うわー、いや、これうまそう。うまい。太麺の麺と甘みと酸味とあるこのミートソース、うめえ。うまい。ちなみにですけど、この原水のメニューですね、食べきれないとヘタレ認定ということで、お店の方にね、ポップとして写真とともに貼られるんですよ。さすがにこの大食いとしては貼られるわけにはいかないんでね、ちょっと頑張りたいと思います。うまっ。卵うまい。卵めちゃくちゃうまいっす。これね、ちょっとカメラ越しで伝わるかな、もう卵ふわふわ、半熟とろとろ、うん、うまい。うん、うまいけど、これミートソース計画的に使っていかないと麺だけになるな最後
うまいな。これ麺炒めてるんだ。わかりますかね、この麺に焦げがあるの。おそらくだけどこの麺だけでも1回炒めてまして、炒めの香ばしさとか、あとはオリーブオイルの香りね、こういったのがね全体的にすごくうまいわ。うまい。じゃあちょっとハンバーグいきますか。これハンバーグこちらでございますよ。1個相当でかいよね。めちゃくちゃうまい。あ、だいぶ食べきっちゃった味変として頼んだのに食い切っちゃった。うまっ。うまい。これでやっと10分過ぎか。現在時刻こんな感じでございますね。10分過ぎて今ちょうど半分ぐらい、半分いってないかな。少し楽しみすぎてるなじゃあちょっと一旦味変楽しんでいきます。せっかくパスタですから、やっぱりまずはこちらタバスコですよ。やっぱトマト系にタバスコ合いますからこれっすよね。うまいな。いいね。やっぱり麺もねしっかり炒められてますんで、タバスコかけるとこの酸味と辛味が増されて、それこそアラビアータみたいな。最近はね、デカ盛りメニューとかチャレンジメニューの頻度が減ってて、並盛りをね、いっぱい食べる動画が多いので、結構ね、おしゃべりメインになっちゃってましたけど、今回こういう一個大きいのなんでね、食べるのメインで久々に送れるかな。じゃあそろそろやっぱりこの取っといたベーコンもういっちゃいますか。これわかりますかね、とんでもないサイズだし厚みもすごいのよ。うわ夢だねこれ。いただきます。うまっ。焼けた香ばしさとジューシーさたまらん。 でもやっぱりチャレンジメニューにトッピングするものではないな。ダントツで腹いっぱいになるこれ。
そしたら残りもこれわずかということで、ラストスパートにタバスコ追加と、ちょっとこちらね、黒胡椒をかけちゃいましょう。いや、この組み合わせは間違いなくうまいね。あ、すげえ好きだな。そしたらもうほぼ最後ですね。ごちそうさまでした。ということで、一応念のため完食タイムはこんな感じですね。食べ始めるまで3分ぐらいかかってるので、まあおおよそ20分ちょっとって感じかな。はい、ということで本日はですね、こちらピアピアさんでもう有名ですね、元帥というデカ盛りメニューにいろんな自分なりのトッピングをしつつ楽しませていただきました。うまかったよ、めちゃくちゃうまかった。今回いただいたのがミートソースということで、もちろんそれ以外にもナポリタンがあったりとか、その他にもですね、変わり種のパスタであったりとか、期間限定メニュー、こういったものもですね、常に販売しているみたいですし、僕自身は今回タバスコと、これかブラックペッパー、こちらをね、味変に使わせていただきましたけれども、こういったものでね、皆様カスタマイズしていただいて、自分の好きなね、パスタをこのピアピアさんで味わってみてください。はい、ということで本日もありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画で。